さあ、やっぱりうまくいかないか。ただの力押しで天下の名城が落ちるはずないよな。城に侵入した者が何名かいるようなのじゃが、すぐに連絡が途絶えてしまうとのことじゃ。例の奴らが中に潜んでるってことか。そいつらをどうにかしないと城を攻め落とすどころの話じゃないな。なあ親父、豊久、この前話してくれた朝鮮で見た薬のことなんだが。ああ、向こうの民の兵が使ってた薬の話だったよな。あの話がどうしたんじゃ。そいつらが使ってた薬はどうやら仙丹っていうらしい。仙丹、そういう名前だったのか。うん、中国でいう不老不死の霊薬の名じゃな。でもなんでお前がその名前を知ってるんだ。それは、いや悪かった。あいつらの原因があの薬だってのがはっきりしただけでも十分だぜ。で、あの薬、仙丹というのがやはり今回使われているというのか。ああ、仙丹ってのはやっぱり朝鮮から持ち帰った薬で、大阪城に隠されていたらしい。でもってそれが城の外に持ち出されて相手側に使われているらしいんだ。しかも飲んでるのが人間じゃなくて鬼ってのも本当かもしれない。朝鮮から持ってきたのは加藤清正か小西行長か。奴らが先方争いをしていたわけが分かったわい。おそらく何らかの理由で太閤殿下に献上されたんじゃろう。そして今頃それを持ち出した奴がおると。ありがとうよ千歳、話してくれて。本当は俺たちに話しちゃいけない話だったんだろ。そんなの関係ねえよ、俺の独り言だっつうの。うるせえ、独り言なんだからお前も忘れろ。この千歳が負けとるな。しかしこいつはちょっと面倒な話かもしれないな。なんだよ、起きてたのか。
別にどこでもいいだろう。ただ偵察に行くだけだよ。死にに行くわけじゃねえって。いいから、お前はここで待ってろ。危険だったらすぐ戻ってくるから。他の奴らには絶対に言うなよ。わかったな。なあ、千歳のやつが見当たらないんだが、どこに行ったかわかるか？本当か？兵たちはさっきまでここにいたって言ってたんだが。あいつ、伏見城の内部がどうなってるのかをあちこちの兵に聞いて回ってたらしいんだ。何かおかしな真似をするつもりなんじゃないだろうな。あ、おい！夜襲してくるバカがいるだろうっていうのは予想してたけど、まさか誇り高い十騎衆様がそのバカの群れに含まれてるとは思わなかったな。ほざいてやがれ。ようやくお前たちと決着をつけられそうだな。うわ、怖い怖い。薩摩の人間が野蛮だっていうのは聞いてましたけど、人間だけじゃなくて鬼の頭領も野蛮なんですね。そこに身を隠している女、さっさと出てこい。なんだよお前、来ちまったのかよ。愚問だな。利害の一致があるから協力しているに決まっている。
そもそも俺たちは初めからお前たちの仲間じゃないしね。とっくの昔に十二騎衆から除名されてる身の上だし。そういえばまだ名乗ってなかったね。俺の名はおぼろ八千代。もともとは十二騎衆に数えられてた一族の末裔だよ。僕はシュウって言います。厳密にはまだはぐれ鬼じゃないんですけど、まあ似たようなものかな。おいシュウ、正体を明かしていいなんて言ってないんだけど。いいじゃないですか。僕この頃も地味で嫌いなんですよ。お前ら無駄口はその辺にしておけ。この薬さえあれば八瀬姫や十騎衆どもの顔色を伺う必要なんてね。へえ、これがなんだか知ってるのかい？話が早いな。八瀬姫に飲ませたのはこれよりもかなり濃いやつでね。十騎衆というから毒も効かないんじゃないかと思って濃いのを飲ませてみたんだ。最初の頃だから勝手が分からなくてさ、実験だったんだよ。もう少し薄めた薬を飲ませてあげれば意識を失ったりせず俺たちの忠実なしもべになってくれてたと思うんだけどね。お前ら、今のこいつらの話を聞いたかよ。こんな連中に協力するのが正しいって本気で思ってるのか？無駄だ。そいつらにはこの四天王寺の声以外は聞こえねえ。おい、そいつ以外の声が聞こえないって、その薬のせいか？いいえ、先端は先端ですってば。恐怖心や痛さを忘れてくれる便利な薬ですよ。命令とか操ってるのは酒呑童子さんの術だから関係ないんです。おい、何全部教えちまってるんだ。いいじゃないですか、減るものでもないし。それに知らないで死んじゃったらかわいそうかなって。ってことはつまり術をかけたお前をぶっ倒せば
こいつらの目を覚まさせられるかもしれねえってことだよな。てあまあまあですけど、女鬼だからですかね。攻撃に重さが足りてないみたいですよ。この野郎！お前は豊久や親父のところへ戻ってろ。後のことは俺が何とかする。とっておきの秘策があるんだよ。いいからさっさと行けって。待て！どう？その姿、一体どうしたのじゃ？伏見城へ夜襲をかけに行った。状況を打破するいい機会だというてな。
待て、どこへ行くつもりじゃ。いやはや、鬼を束ねる十騎衆とは思えないほどの非道ぶりだね。さすがの俺もここまで残酷な殺し方はできないな。これが鬼本来の姿ですか。僕も実際に見るのは初めてだな。これはな、わしら鬼のもう一つの姿を描いたものなのじゃよ。角を持ち、殺戮を好み、人肉を喰らい、血をすする。人里を襲い、悪事を働く鬼。はぐれ鬼たちは皆、そのような姿をしておったのじゃ。進んで人と関わるはぐれ鬼は、わしら山里で暮らす鬼とは相入れぬもの。じゃから絶対に、もう一つの姿を人前で晒してはいかん。そうすればお主は鬼の里で生きていくことができなくなるぞ。どうする？こんな化け物と戦うのはちょっと分が悪いよね。そもそも今日ここに来た目的は薬の効能を確かめるためでしょ。彼と戦う必要はないと思うんですけど。そうだよね。ってことで帰ろうか。酒呑童子。まあいい、舞台は別に整えてあるからな。お前を血祭りにあげる機会は今日だけじゃねえ。今日のことは覚えておくぞ。邪魔だよ、小ネズミちゃん。
なんだこれ、まさか俺がやったのか。お前は！東洋氏さ、その声、まさか千歳なのか？ってことは、お前があの時の。例の鬼たちはもう追い払ったんだよな。これから城に夜襲をかける。お前たちは先に陣へ戻ってろ。いいから戻っててくれ。夜襲ってのは敵に気づかれないうちにやらなきゃ意味がないんだ。行くぞ。ここは戦場なんだ。それにあいつらを殺したのは俺だ。お前が気に病むことじゃない。